東急7500系電車は、東京急行電鉄時代の2012年に、登場した、東急電鉄の電車である。特区愛の愛称を持つ。東急では、営業専用の事業用車として7200系でや7200系、でや7290型を使用してきたが、いずれも製造から40年以上が経過して、老朽化が著しいことから、この2両の代替車両として、 本系列デア7500系、デア7550型が申請されることとなった。デア7500とデア7550を連結した2両での運用が基本となるが、両車両ともに各つま面に運転台のある車両であるため、1両単独での走行から中間に回送車両を組み込んだ最大5両編成での運用まで対応できる。本系列は、動力車、 軌道検測車、電気検測車の3両編成を組んだ、鉄道全線の総合検測、池上線、東急玉川線車両の長津田車両工場への定期入り、出場のための改装検引、長津田駅長津田検査区間の公衆輸送車両の搬入、搬出作業などの用途に使用される。車両の愛称名、特愛は、東急電鉄としては初めて一般公募を行ったもので、 東急と親しみがある特区に、検索を意味するインスペクトの頭文字、i さらに愛や愛の意味も合わせた特区愛に決定された。車体構成は、車体長の関係から18メートル規格である池上線、東急玉川線用の7000系をベースとした軽量ステンレス構造である。車体構造は、近年の5000系以降の心臓車両同様に、 側構え体をやや内側に傾斜させた台形断面構造である。全面形状は近年の東急の心臓車両のような FRP 製の成形品で覆う形状ではなくステンレス製の3面折り爪構造とした。全面中央上部には運行番号表示器と種別表示器が設けられ、連結時には車両間の行き来ができる要中央貫通構造としている。 通常、運転時に先頭となるデア7500の上り側とデア7550の下り方先頭部は LED 式前消灯を採用し、下部にはスカートを設置する。ただし、先頭に出て運転される機会の少ないデア7500の下り側とデア7550の上り方先頭部はシールドビーム式の全消灯を採用し、スカートの設置は省略されているか、 貫通扉両端に手すりを、下には渡り板が設置され、下部には連結作業時等を考慮して LED 作業照明を設けた。車体側面は片側に4枚の窓を配置し、そのうちの2枚は開閉可能な加工窓構造、残る2枚は固定窓構造としている。また、側面に出入り口を設けているが、営業用車両とは異なり自動開閉機能はなく、 手動で開閉、施錠を行うものである。屋根部ではデア7550は、車体中央上部に、河川観測ドームを設置し、その前後を、低屋根構造としている。車体のカラーリングは、先進性、安心感、スピード感、躍動感を表現したもので、東急のコーポレートカラーの赤をメインカラーとし、7500型は、精密をイメージする青、 7550型は電気をイメージする黄色をマーキングし、側面のカラーリングは矢のようなシャープなイメージとした。本系列では、車体外反接合の一部に従来のスポット溶接に代わり、連続溶接が可能なレーザー溶接を用いている。これにより、スポット溶接時に発生していた外反の重ね溶接部を廃止することで外反の平滑化。 また重ね溶接部に必須であったシール材塗布を不要とすることでメンテナンスフリー化を実現している。デア7500デア7550室内は大井町線の急行用車両として運用されている6000系の白色系内装カラーを採用した。室内側面には跳ね上げ式の3人掛け座席を片側側側面に2脚ずつ確保した。本車両は両運転台構造。 単独走行が可能な車両であり、本来は床下に搭載する機器について、床下に十分な偽装スペースが確保できないことから、ATCP 装置、ATC 増幅機、情報伝送装置、蓄電池などは室内偽装されている。また、デア7500の車内にはた編成度の並結用のジャンパ連結線が搭載されている。空調装置はデア7550系の屋根上は、 検測機器の搭載により、冷房装置の搭載ができないことから、室内の連結面よりに十三点九号キロワット容量の一般業務用の床置き式冷房装置を二台搭載した。レア七千五百型についても、同様の方式を採用している。運転台は、東ー横専用の五千五十系を基本としながら、中央貫通構造のために、横方向のスペースが制約されるため、 コンパクトにまとめたものとした。本車両にも近年の心臓車両と同様の車両情報装置を搭載しており、従来の車両搭載機器の制御機能に加え、検測車として必要な機能の追加を行っている。制御装置は、イベット阻止を使用した補助電源装置1体系の3、レベル方式 VVVF インバータ方式である。各車搭載の1台のインバータ装置は3群で、 構成されており、通常は電動規制御用に2軍を、補助電源用に1軍を使用するが、故障時には切り替えにより、相互にバックアップできるデュアルモード方式である。補助電源装置はこのインバータ装置と一体型となっており、出力は8 9馬を確保している。各車両にシングルアーム式パンタグラフを2機搭載している。 レア7550系の下り方のパンタグラフは終電用、検索用、検用パンタグラフとなっている。また、屋根上には列車無線アンテナがレア7500型に2機、レア7550型には4機を設置している。主電動機は東急では初採用となる東芝製の全閉式カゴ形参照誘導電動機を採用した。 全閉式とすることで9デシベルの低騒音化を図っており、さらに保守性の向上を図っている。主電動機は1時間定格出力 190kW であり、使用の見直しにより、効率を94.0%まで向上させることで、消費電力の削減も達成されている。台車は7000系動力車用と同等の軸量式、ボルスタレス台車を採用した。 空気圧縮機は7000系と同等のスクロール式空気圧縮機を採用しており、都出量は1067リットル、ミニッツである。保安装置は、車内信号源自式の ATCP 装置のほか、東急型 ATS 装置を搭載している。世田谷線を除いた東急電鉄全線の走行が可能である。池上線、東急玉川専用車両のうち、 7600系、7700系、1000系は ATC 装置を搭載していないため、長津田車両工場への自力回装ができない。このために本系列はこれらの車両と並結できる、要、立行読み替え装置、ブレーキ読み替え装置を搭載している。これにより、各形式ごとに異なる立行方式、ブレーキ方式に対応している。本系列は一両単独での走行から、 中間に回送車両を連結した5両編成まで様々な編成状態があり、連結した状態だけでは TIS が車両の認識、判別ができないことから、連結面側の乗務員室内に編成状態切り替えスイッチを設置している。これは2両、を、軌道検測車、並列3両7700系、並列4両1000系、並列4両7700系、 これにより前述した読み替え装置の指令の切り替えや TIS の状態表示の最適化を行っている。検測機器としてはトロリー線の摩耗具合、変異、高さを検測する河川検測装置、列車無線の状態を測定する無線連回測定装置、地上信号設備の検測をする信号設備検測機能を備えている。2両ともに1122月29日に 長津田検築に搬入され、レア7550には、急検測車から、河川検測装置等の一部機器が移設された。本線試運転は、同年3月24日に開始されたが、この時点では車体に貼り付けられた、特アイ、ロゴマークはシートで隠されていた。5月14日には、サヤ7590の長津田車両工場入場改装が行われ、 本格的な使用が開始された。5月16日には、池上、玉川線所属車両の長津田車両工場への定期、入場者の改装に、初めて使用された。改装編成は7700系7906回で、ある。鉄道線の減速は6月より開始された。減速として2ヶ月に1回に3日間かけて、世田谷線を除いた、東急鉄道全線及び、 港未来線の検索を行う。ただし、奇数月でも実施しない場合や偶数月で実施するなどの例外もある。基本的には、軌道検測車差や7590を組み込んだ3両編成で実施するが、河川検測のみを実施する場合は2両だけで行う。ありがとうございます。